ウルトラス・松本をはじめとした、松本山雅 FC サポーターの応援風景。ウルトラス・松本は、日本プロサッカーリーグに所属する、松本山雅 FC のサポーター集団の一つ。通称、ウム。松本山雅 FC サポーターの中心として、活動を続けている。ウルトラス・松本は非会員制の集団であり、非組織な個人の集合体として活動している。 メンバーとしての唯一の定義が、松本山が FC を応援したいと思うことである。このため、広い意味では、松本山が FC を応援していて、ウルトラス松本を辞任していれば、メンバー入りということになるが、実質的には、コールリーダーを中心として、松本山が FC の応援をコントロールしている、人々、及びウルトラス、松本の楽器や、大機や、弾幕などを直接使用。 管理している人々である。松本山が FC のすべての公式戦に足を運ぶが、試合以外でも街頭に立っての宣伝やスタジアム清掃など、松本山が FC に関連するボランティア活動を行っている。選手のちゃんとについては、試合出場する選手のほぼ全員分を作成する。2012年以降は、選手のチャントを選ぶための投票や公募も行っている。また、 本拠地の松本市への誇りを歌ったちゃんと、長野県内の歴史的対立に基づいた、新州ダービー専用のちゃんとの制作も行っており、該当試合の応援に使用されている。また、クラブが資金力に乏しい時期には、クラブのための募金活動も実施したことがある。2010年に日本フットボールリーグ昇格を記念して、品の毎日新聞社より刊行されたグラフ氏には、 クラブを支え続けたサポータークラブとして紹介された。創設者は長野県松本市にあるウィンの建設が始まったことなどから NPO 法人長野県にプロサッカークラブを作る会に参加していたが高校時代に山宮美サッカークラブの練習に参加していたことから山がサッカークラブを母体に J リーグ入りを目指す任意団体ラズウソ J プロジェクトの活動に賛同。 山がサッカークラブのプロ化に必須と思われたサポーター集団の存在への道筋をつけるべく2003年シーズンからウルトラス・松本の活動を開始した当初北信越フットボールリーグに所属していた山がサッカークラブにはほとんど観客はおらずウルトラス・松本として応援に参加したのも創設者に声をかけられた数人であったプロ化を意識した多数のチャントや 横断幕を作成しつつ、観客像のための宣伝や、選手のためのボランティア活動などもいった。2004年、NPO 法人アルウィンスポーツプロジェクトが、設立されたのを機きに、ボランティア団体が組織され、それまでほぼ一体だったサポーターと、ボランティアが分離され、現在に至る。松本地域以外で、ウルトラス松本と交流が深いサポーター集団として、下記が挙げられる。 ありがとうございます。